今の音と声は。失礼、入るぞ。あ、ジャンヌ。今何かが落ちる音と悲鳴が聞こえてきたが、大丈夫か？あ、びっくりさせちまったですか？その運んでた箱を落としちまって、つい声が。いや、怪我などしていないのなら何よりだ。急に部屋に入ってきて、こちらこそ驚かせてしまったな。しかし、この部屋のありさまは一体どうしたんだ？ずいぶん散らかっているが。旅の間に増えた荷物を片付けるために一度広げてみたのだけど、思っていたよりも増えた量が多かったの。いつの間にこんなに増えちまったんですかね。依頼で気空艇を離れている間に思わぬものが必要になることもあるからな。その度気空艇へ取りに戻るわけにもいかないし、細かくものが増えるのも仕方ない。それに新しい島へ行って見たこともないものを見るとつい欲しくなってしまうの。お財布の中身だけじゃなく棚が空いてるかどうかも考えなきゃダメですね。ん？クムよ、この服、服でいいのだろうか。どうする？あ、アウギュステ行った時に買った水着ですね。あ、これが水着か。泳ぐための専用の服だったな。こういう作りになっているのか。水着はしばらく着ねえでしょうし、奥にしまっちまっていいですかね。クムユ、少し待って。時々野宿が続く時があるでしょ。そういう場合に水浴びするのに使えると思うの。水浴びですか？水着を着たままです？ええ、どうせ野宿だったら汗を流す程度だし、男女で分かれてとなると見張りも必要になって組み分けが大変だったりするでしょう。ふむ、なるほど。野宿の場合、魔物への警戒は欠かせない。水浴びする者、見張りの者、キャンプを守る者と、ただでさえ人手が分散するからな。そこに男女の区別まで加えるとなると、確かに頭の痛い問題になってくる。なるほど。男の人も女の人も水着だったら水浴びの順番とか気にしないでいいかもしれねえですね。一度試してみるのも悪くないな。勝手を確認してから団長に提案してみよう。ん？試してみるとなると、私も水着を手に入れる必要があるか。ええ、そうね。一着は持っているといいと思うわ。もし水浴びには使えなくても、またアウギュステへ遊びに行くかもしれないし。ですね。アウギュステじゃなくても水場で遊ぶ時には使えるですよ。ふむ、となると善は急げだな。今日は一日空いているし、片付けを終えたら水着を見に行くか。片付け手伝ってもらっちまっていいんですか？ああ、それは気にしないでくれ。代わりと言ってはなんだが、頼みたいことがあるんだ。頼みたいこと？ああ、もしよければクムユとイシュミールに水着選びを手伝ってもらいたい。忙しいなら無理にとは言わないが、ただ
私は水着のことは全くわからないし、一緒に来てどんな水着を選べばいいか意見をくれれば助かる。どうだろう。それくらいお安い御用です。ジャンヌさんに一番似合う水着を探すですよ。ええ、そうしましょう。一緒にお買い物だなんて楽しみ。水着のことならコルワやカレンに教えてもらったから少しは役に立てると思う。それは心強い。よろしく頼む。そうと決まったらとっとと片付けをやっつけちまうねとですね。そうね。せっかくのお買い物だし、ゆっくり見て回りたいものね。よーし、一気に片付けちまいましょう。さすがよろず屋さんです。水着もたくさん置いてるですね。この範囲に置いてある服は全て水着なのか。しかしこんなに種類があるとは。どうやって選んだものか。大きさで棚が分かれているのね。ジャンヌの背丈だとこの辺りじゃないかしら。この中にジャンヌが気に入るものがあるといいのだけど。できれば動きやすいものがいいのだが。それならパレオは避けた方がいいかしら。パレオ?ええ、水着の上から腰に巻く布のことよ。走ったりするときは少し邪魔かも。なるほど。ではそのパレオというのはやめておこうと思う。邪魔になるってことなら、あんまり飾りとかついてねえ方がいいですかね。そうだな。あまり飾り気があるものや派手なものは避けたい。合点です。そしたらこいつなんてどうです。あら、フリルがたくさんついていて可愛らしいわ。確かに可愛いな。だが私が着るには可愛らしすぎないだろうか。そうですかね。ジャンヌさんなら可愛いのも似合うと思うですけど。私は可愛いのはちょっと。ジャンヌはスタイルがいいから、フリルで体の繊維を隠してしまうよりも思い切って見せた方が似合うと思う。あ、なるほどです。そしたらふわふわしたのじゃなくてすっきりした形のがいいですね。それとワンピースよりもビキニの方がいいと思うの。ビキニ?こういう風に上下が分かれてる水着のことです。これは、その布地が少なすぎないか。水の中で着るものだから、これくらい開放的な方が動きやすいし、かえって着心地がいいものよ。いや、さっき見たクムユの水着はもっとこう。クムユの水着はさっきイシュミールさんが言ってたワンピースってやつなんです。あ、でも薄着が気になるなら泳ぐ時以外は上着を着ちまってもいいと思うですよ。そうね、上着があれば日差しよけにもなるもの。そうか、上着を着ればいいのか。取り乱してすまない。何分見慣れないもので。水着は薄着が当たり前だけれど最初は驚くと思うわ。私も初めて来た時は少し驚いたし。そうなのか。ええ、でもドレスと違って身軽になれるのがいいところなんだと感じたの。普段と違うというのは身構えてしまうかもしれないけれど、
楽しいことでもあるんじゃないかしら。普段との違いを楽しむか。そうだな、せっかくの水着選びだ。慣れないからと恥ずかしがってはつまらないな。とはいえ、このたくさんの水着の中からどうやって一着選んだものか。ジャンヌさん、好きな色とかあるですか？それで目星つけてもいいと思うですよ。色か。一色選ぶのは難しいが、はっきりした色合いよりも淡い色が好きだな。そしたらこれとかどうですかね。優しい色合いだと思うですよ。少し濃い色だけど、こっちはどう？ジャンヌの髪の色に似合うと思うのだけど。あ、どちらも素敵だな。鏡を借りたいものだが、この色も捨てがたいな。サイズはちょうどいいようだ。クムユとイシュミールのおかげでいい買い物ができたな。今度またきちんとお礼をしなくては。そういえば、服について誰かと話すのも随分久々のことだったのだな。まるで普通の少女のように。この格好は。ああ、クムユとイシュミールに同行してもらって買ってきたんだ。どうだろう、それなりに見栄えがするようになっているだろうか。坂道が続きますね。依頼人から険しい山道だとは聞いていたが、ここまでとはな。オイラはまだしも、道もデコボコしてて、みんな歩きづらそうだもんな。のおっちょこちょいめ。昨日も歩き詰めだったから足が疲れているんじゃないかしら。団長、少し日数がかかっても速度を落として進んだ方が安全かもしれない。疲れからの不注意で怪我をすることもある。今回は荷物も多いことだし、安全策を取ろう。すみません、ジャンヌさん、気を使わせてしまって。気空知ってんならもっと体力つけなくちゃですね。
今日休むときは私が足を冷やしてあげる。少しは楽になると思う。ありがとうです、イシュミールさん。あ、でもイシュミールさんの足はどうやって冷やせばいいですかね。川の水に浸すとか。私は大丈夫。雪山で暮らしていたもの、これくらいの山道なら平気よ。みんな、足元に気をつけてくれ。ここで足を滑らせたら川に落ちてしまう。すっげー流れが速い川ですね。落ちたらどうなっちまうことか。うー、川まで切り立ってて高さもあり上がるし、見ないように見ないように。そういえば川で思い出したのだけど、これから行く村は川魚が名物らしいの。そうなのか。氷の姉ちゃんよく知ってんな。依頼主の人と少し話をしたの。その時に教えてもらったわ。よし、村に着いたらその名物だっていう川魚腹いっぱい食ってやろうぜ。それはいいですね、 B 様。せっかく足を伸ばすのですし。みんな止まってくれ。え？魔物の気配がする。おそらく向こうの方が先に私たちに気づいただろう。団長、来るぞ。武器を構えてくれ。団長、私が突破口を開く。続いてくれ。荷物を渡せてやっと肩の荷が下りたぜ。本当によく荷物を運んできてくださいました。ありがとうございます、菊石さん。島のこちら側には菊亭の発着場を作れるような場所がないので、山道を来てもらうしかなくて。皆さんお疲れでしょう。しばらく村に泊まって体を休めてください。おはようございます、 B 様。団長、ルリアもよく眠れたか。おはようございます、チャンヌさん。ぐっすり寝ちゃいました。何日かぶりにベッドで寝るとお布団のありがたさが身に染みるです。あの菊石さんなんだよね。あ、そうだ。君たちはこの村の子か。うん、あのね、菊石さんだったらいろんなところに行ってるよね。旅の話聞かせて。ねえ、いいでしょ。オイラたちの冒険の話が聞きてえのか。話してやろうぜ。わあ、やったー、あ
ありがとう、キクシさん。お話聞かせてくれてありがとう。とーっても楽しかった。楽しんでもらえたならよかったですね。ねえねえ、一緒に遊びに行こうよ。お話のお礼に一番楽しいところに連れてってあげる。一番楽しいところです？うん。おや、子供たちと川に行くんですか？あー、行っちゃダメ。おやおや、それはごめんよ。川？ここへ来るときにかなり流れの速い川は見たが、あの流れの中で遊ぶのはスリルがありそう。村の裏手側に流れが緩やかなところがあるんです。子供たちはよくそこで遊ぶんですよ。なるほど、そうだな。さすがにあの急流では遊ぶどころではないか。お父さん、今日は菊石さんたちと一緒に川でご飯食べてもいい？ああ、それがいいね。皆さん、川へ遊びに行くようなら今日のご飯は川辺でバーベキューにしませんか？バーベキュー？あのね、河原でお魚とか野菜とか焼いて食べるんだ。僕、串刺すの上手だからやってあげる。わー、とっても楽しそうです。準備が手間ではないだろうか。宿も用意していただいたのに、あまりご好意に甘え続けるのも。いやいや、いいんですよ。せっかく村に来てくれたんです。楽しんでいってください。遊んでバーベキューしましょう。くー、冷やっこくて気持ちいいです。海とはちょっと違う感じがしますね。水の流れ方が違ってるからかな。川底は小石が多いんだな。それなりに深さもあるし、これなら転んでも大丈夫か。へい！ひゃ！もう、いきなり何しやがんで！ここまでおいで！待ちやがれです！日当たりも良くて気持ちいい場所ね。いい遊び場だな。一番楽しいところというのもうなずける。あ、違うよ。一番は別の場所。別の場所？うん、あのね、もうちょっと先にイカダが止めてあるんだ。それに乗って川下りするんだよ。ビューって気持ちいいんだから。もう少し先というと、川の流れの勢いがもう少し強くなる場所か。さすがに急流ほどではないだろうが。それって危なくねえんですか？平気だよ。あのね、もっと先がお池になってるの。そこでイカダが止まるんだ。すっごく楽しいよ。ね、川下りしよう。スリルがあって楽しそう。私、川下りしてみたいわ。やったー、行こう、お姉ちゃん。ちょっと怖いですけど、これも度胸試しですかね。デアンデイベラボーメ、この世も川下り挑戦するです。キクウシさんとお姉ちゃんたちはどうする？怖いならやめとく？どうしましょう。
お、だからオイラもやるぜ。そう来なくちゃ。これで断ったら仲間外れになってしまうな。私も川下りに参加しよう。今にもイカダから落ちてしまいそうでドキドキしたわ。まだ心臓がバクバクしてるですよ。どう？楽しいでしょ。最初はびっくりしましたけど、風を切るのがとっても気持ちいいですね。あれ、トカゲくん目が回っちゃった。おいらはトカゲじゃない。B 様、少し休まれた方がいいのでは？もう一回川下りをしてもいいかしら？うん、やろう。おーい、そろそろご飯にしましょう。行きましょう。そろそろ焼ける頃合いだな。やけどには気をつけて。ん？何の音です？あれ、動物さんが匂いに釣られちゃったのかな。うわ、山ほど出てきやがった。ご飯を狙っているのかしら。いい匂いしてやがりますもんね。少し気の毒には思うが、好きにさせれば食事をすべて持っていかれそうだな。仕方ない団長、動物たちを追い払うとしよう。もう山に帰るですよ。やれやれ、やっと帰ってくれたぜ。思わぬ邪魔が入ってしまったな。さて、食事を始めようか。そうね、焦げてしまう前にご飯にしましょう。はい、どうぞ。焼きたて熱々のお魚です。
今のは夢か。寝汗がひどいな。水を浴びてくるか。団長、すまない、起こしてしまっただろうか。いや、気にしないでくれ。団長のことだ。私を心配して来てくれたのだろう。寝汗がひどくてな、水を浴びていたんだ。夢を見たんだ。人々に責められる夢だった。お前は使命を何と心得ているのかと。今日は思いもかけず楽しい時間を過ごせたけれど、そうしている間、私は使命を忘れていたのではないか。そう言って糾弾される夢、責められるのも当然なのかもしれない。今日の私は、啓示を受けた乙女ジャンヌダルクではなく、ただの村娘であった頃に戻っていたような気がする。人々を救うため、ひとときたりとも啓示を忘れてはならないのに、私には使命があるというのに。そうなのだろうか。ありがとう、団長。その、もう少しの間だけ、手をつないでいてもらってもいいだろうか。水着を身につけるのは初めてなんだが、どこかおかしいところはないだろうか。団長、確認を頼めないか。